はい、皆さんどうもテントモです。というわけで今回なんですけども、昨日に引き続きガシャ引いていきたいと思います。昨日はエンゲージの日、無料20連チャレンジをやりまして、で今回はこちら、で先日実装された新モビルスーツザク3回 TWA トワイライトアクシズバージョントワザク、そしてそれの専用パイロットのダントンハイレク、そしてまだ引いておりませんでしたのこちら、先週実装された新モビルスーツキューブレンマーク2プル2キー、これねまだ引いてなかったので、これそしてプル2ね、これらの4種のガシャをすべて引いていきたいと思います。はい、ただちょっとねもうキーをね逸してしまった感が結構あるので、特にプル2の方はまあまだイベント開催中ですけど、ストーリーイベント、ただちょっとね今更っていう感じもね否めないので、好きな機体好きなキャラクターではあるんですけども、ただ来週ねガンダム RX NT1 RX が登場するかもしれないですし、でさらにはね年末年始のガシャ控えているので、今回はチケット計26連チャレンジやっていきたいと思います。はい、まあなんとかね自分の神引き力を駆使してチケットだけで引き当てることができたらなと、ダイヤを温存することができたらなと思います。はい、性能の方はねそんなに把握はできておりません。今回ね動画両方とも初見チェック動画出せてないので、はい、まあ共にね、まあ、緑属性だけど共に赤い機体ということで、赤い機体は僕は非常に好きです。はい、なのでねこのトワザクもすごいかっこいいしね、うん、でプル2機の方もねすごい好きな機体なので、まあ本当はねダイヤを使っていきたいところですけども、まあ年末年始が控えてるっていうことでね、まあダイヤね結構あるけどね、もうすぐ10万っていう、ただもっともっと貯めていつか来るであろうあの機体にねぶっぱしていきたいっていうのもありますし、はい、ということでどうやって引こうかな。昨日エンゲージの無料20連は普通にね10連で来ましたけど、単発でもね最近は神がかっておりますし、どうしようかな。あ、じゃあまあこうしましょうか。プル2機とプル2はちょうどね10枚ずつあるので、これは10連10連でいきましょう。でトワザクとダントンさんは単発3連単発3連でやっていきたいと思います。はい、まあもはや、ね、どっちで引いてもね来るっていう状態だと思うんですけど、はい、ではどれから引こうかな。まあプル2機からいきますか。プル2機プル2、そしてトワザクダントンさんっていう予定で引いていこうかなと思います。それでは早速いきましょう。一気にねチケット10枚使っていきます。昨日の流れ、昨日の10連で引けた流れ維持していてほしい。ではお願いします。今現在はお昼です。はい、お昼の12時台でございます。では行きます。狙い撃つぜ。さあ、もう分かんないね。昨日はダウンロード来たんですけども、まあでもダウンロードなしで普通にここ最近当ててますし、とりあえずハロー、よしハローはまあ確定か。さあこの後だ。プル2機も手に入れることができるか。ユニコーンバナージなし、フロンタルのみか。残念なのか。どうだ、片方だけでも来るときは来るんだよ。ああ、青は最低保証。くー、まあ昨日引けたからか。はい、ってことでこれは昇格演出ないですね。ということで、あ、エグバザックはちょっと今嬉しいですね。貫突、あと1突で貫突かな。で、SR は、まあ、同じククルスドアンの島のね、ガンダム。ということで、いや、最低保証でした。はい。
それでは、どうしよう、10連どうしようかな。予定変えてちょっと単発を挟もう。あ、行き過ぎた。単発、トワザク行こう。トワザク3連、単発3連行きます。はい、でその後キャラガシャ行きますってことで、さあ、まあ原作の方はね全然知りませんけども、まあ非常にかっこいい機体ということで、でまあここでこのトワザクを手に入れることができたら、なんかね来週のアレックスにも弾みをつけることができると思いますし、それでは単発3連チャレンジ1連目狙い撃つぜ。ほい、ハロナシはスキップさあ、もうハロナシは基本的にスキップです、単発の場合では。2連目どうしよう、ちょっと流れ変えるか、ちょっと流れ変えるか、ちょっと無料挟むかちょっと無料を1回ここでね入れておきます。はい、はい、ここもスキップで。ほい、お、今赤い機体来たよ、ガルバルディベータ来ましたので、同じ色味いきましょう。では2連目ちょっと見とくか、かっこいい、よし行くぞ、狙い撃つぜ。ほい、変わらんかった流れ変わらんかった、もう続けていこう。よし、ダントンさん交えるか、ちょっとダントンさんちょっと挟むかということで急遽ダントンさん引きます。はい、それでは行きましょう、1連目狙い撃つぜ。ほい、キャラガシャはね見ていかないとちょっと分かんない。さあどうかな、ダントンさんの性能もほとんど見てないんだよね。ほい、ヨンムカークス、なんか似てるね、ダントンさん系だよね。よし、じゃあそのまま行こう、ヨンムカークスの力そのまま、系とは同じ。2連目狙い撃つぜ。早いな、早いとダメだ。さあどうだ、いけるか、いけないということで、ピピニーデンもなんかダントンさん系だねはい、いやでも一応キャラガシャ挟むか。ほい、まあ昨日のエンゲージの日でいい思いをしたから今日はって感じかな。ちょっと日を改めるべきだったか2日連続のガシャはダメだったか。まあここ最近というかね、長い間ずっといい思いをしているので、はい、まあ引けなくてもしゃあないって感じなんですけど、はい、どうしよう、ダントン引いてトワザクに戻って、ダントン引いてプル2行ってトワザク、よし、ラスト1連3連目狙い撃つぜ。どうだ、ふむ、はい、今回はダメっぽいな。よし、ダントンさんは諦めます。はい、ではトワザク単発一連は一番最後に残しておいて、いやーどうしよう、プルツートワザクから行こう。よし、さあラスト1連3連目手に入れることができるか、この赤いザクを。
狙い撃つぜ。まあダメだ。はい、今回はダメだな。まあ仕方ない。よし、それではラスト10連チャレンジ、プル2狙っていきたいと思います。ではお願いします。プル2、プル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 2、いきます。狙い撃つぜ。さあ来てくれるか。 UR、 今回久しぶりに全く収穫なしで終わるのか。さあ次なる扉開くのか。開け開け。あー、ということで今回はチケットオンリーですけど26連爆死という結果でございました。はい、おやざんさん多い、そしてクワトロスさん、クワトロスさんということで、まあ僕にしては珍しい引きっていうね、そういう動画となりましたが、はい、まあでもダイヤの方は使っておりませんので、まあダイヤを使ったら引けるとかあるかもしれませんけど、まあ今回はこんな感じでね、温存したダイヤは来週のアレックス、仮想アレックス、そして年末限定、年始限定に使っていきたいと思います。では今回はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。良ければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ヤザン。女が戦場にいるなんてな、気に入らないんだよ。消えな。